ンポン。これが、そうか。この頭上にあるものが、心か。ちょっとワンカット戻して。この頭上にあるものが、心か。頭上にあったものこれだったけど認識合ってる？ふむ、時を戻そう。急にトレンディー、これで行きましょうか。はあ、この頭上にあるものが、心か。ちょっと邪念入ってんじゃねえよ。お前の顔心にまで侵食してきてない？おい、うちを巻き込むな。おい。おい。やめろ。おおおおおお。何するんですか？今何されてたか一切わからんが、ほんとやめろ。じゃあ次はスイナちゃんの心を覗きたいと思います。先生のお見本にやってみてください。かしこまり騎士、よろしく。男子たやだ、この子たち何言ってるの。これが、そうか。この槍の上にあるものが、おっと、ほんとに槍の上でいいのかな。あ、失礼、間違えました。こっちです。もうどっちでもいいや、続けて。そうか、この槍の上にあるものが心か。はい、そこの顔やめてください。おい、やめろやめろ。おおおおおお。ピンポン。ゆかりちゃん、おい、動画始まる前まではいたんやけど、どこ行ったんや。やだ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 。なんやなんや。お菓子買ってくれないとやだ。お菓子？なんで落雁買ってくんないの。女子高生にしては偉い渋いチョイスやな。落雁買ってくんないとゆかりここから動かないもん。先輩出番ですよ。え？ねえママ、買ってよママ。さりげなくうちを母親役に割り当てんのやめろ。ねえ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 。はい、ゆかりちゃんダメですよ。これ以上わがまま言ったらシャイニングリザードしますよ。初回に出すお仕置きのレベルとしては一限レベル。はあはあ、ぜひ。うわ、こいつ急に違うベクトルの扉開いてきた。落雁買って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 。はあ、こうなったら最終手段や。先輩？ねえママ、ママ、買ってよママ。マッマです。嘘でしょ、ジョンだ。うん。何やってんの、あんたそんな歳にもなってダダこねて。ポカポコッとこねてないもん。落雁、あんた好きなお菓子イチゴチョコレートのやつでしょ。違うもん、難しい感じの渋いやつ大好きだもん。はいはい、アポロ買ってあげるからみなにちゃんと謝って帰りましょう。やだー。ピンポン。心の隙間、お埋めします。おっと、それ大丈夫？いろんな意味で。お願いします。物理的に埋める感じ？じゃあ行きますよ。はあ。あれ？私も隙間できちゃった。もうこのお茶目さん。あはは。いや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 、怖すぎだろ、やめろや。お前の心形変じゃね？ではあかりちゃん。なんや、私の心の隙間という名の悩みを解決してください。その路線で行くならこの風穴は何なんだよ。実は人間関係で悩んでいて。はあ、この人のことどう思います？うわ、超美人。それな、肯定されるのもちょっと恥ずかしいんやが。じゃあこの人のことどう思います？和むことなきかかし。この二人が出会う部分で詰まっちゃって。お前今何の話してんの？え、もちろん私の試作小説。藁が余ってかかしが100倍。バキって焦点何倍だリターンズの話ですけど。そこにうち出てるならほんとやめてくんない？リターンズ？これ続編なの？はい、一巻は藁集めるところに526ページ使ったせいでページ足らなくなってしまって。どこにボリューム出しとんねんボケ。今あかりとかかしが出会うシーンを書いてるんですけど、どこで出会わせるかで悩んじゃって。どこなら違和感ないですかね。来世かな。先生。はい、スイナちゃん。そのかかし、人間にしてみてはいかがですか？天才。そもそもなんでかかしなんだよとか、焦点何倍だの意味とか、何が100倍なんだとか、いろいろ気になるけど、突っ込むのめんどいからそれで。